何の話してたんだっけ、また忘れちゃったね。だからっていうかね、昨日ちょっとまた話が脱線するんですけど、なんか狛江くんがね、バンになったらしいんだよ。狛江くんがふわっち、なんつうのかな、遅れバンってやつかな。で、結局ね、結論から言うと、半日で解除されたわけ。バンされて、みたいな。半日で解除にはなったんだけどね。夜には。夜にはバン解除されて、ふわっちで配信してたんだけど、みたいな。ただ、そのね、コメント欄をチラチラって見てたらさ、なんか定期みたいなね。定期みたいなのが流れてて、これ本当なの、これ狛江くんがバンになった理由って。え、本当なの、私の谷間なの、私の谷間で狛江くんの枠が通報されて、狛江くんがバンになったの？え？まゆちゃんの谷間も映してたの？じゃ、まゆちゃんの谷間じゃないの？うん。だって、私の方には別にアカウント規制とか警告とかなかったかな。まあ、ふわっちはつけてなかったけどさ、あの時ね。まあ、その枠が規制食らうのが当たり前だけど、まゆちゃんとモンジョリのせいなんだもん。でもね、あの人、この間のゼロワンくんの誕生日で、盗撮をしてたんだよ。ちょいちょい。もう明らかに、あ、カメラ私に向けてんなっていうのね、分かってたんだよ。それで、横にみどりさんがいてさ、ね、あれ、狛江くん盗撮してんだけどってさ、ふざけて言ってたんだよね、私。あれ、ね、で、狛江くんにも盗撮なんかすんじゃねえよってさ、私のなんかね、撮ってんでしょって、外カメでってさ、ね、やめてって言ったんだよね。うん。で、ずーっとさ、私の方にカメラを向けてくるわけよ。で、何撮ってんのって、やめてよって、盗撮って。うん。私配信つけてなかったじゃん、だってさ。そしたらなんかほくろかなんかを撮ってるみたいな、顔のアップを撮ってるみたいなさ、言ってたんだよね。うん。こう近づいてきてね。顔らへんのとこをさ。あの時にじゃあ何、谷間を撮ってたの？ほくろじゃなくて。そうなの？私の谷間を撮ったの？ていうか、盗撮だよね、それってね。じゃない？普通に。私が嫌がってんのに、谷間を取るってことは盗撮よね。だからバンになったんじゃない？私嫌がってたし。いや、それがこっちがね、同意してたら別にいいんだよ。こうやってイエーイとかさ、撮ってるっていうんだったらいいんだけど、こっちが嫌がってて、もうそんな谷間なんて映したら盗撮に値するんだよ。うん。結構ね、厳しいんだよね、今ね。なんかどっかの枠で話してたんだけど、盗撮のレベルが変わって、カメラを足とか、スカートの下とかね、斜めとかね、カメラが動いてないけど、スマートフォンとかを傾けただけで捕まんなって今。わかる？言ってる意味。動画とか撮ってなくても、ね、このスマートフォン自体を向けたら、もうアウトなんて今。女性の体の一部に、ね、例えばじゃあ胸とかね、動画になってないんで、撮ってないんだけど、こうやってやったりとかするとアウト。みたいよ。撮ってなくても。なおさらだよね、狛江くんとかね、外画面で配信しながら、私とかまゆちゃんのね、おっぱいを撮ってたんでしょ？盗撮よ。配信を使ってる盗撮よね。うん。変態だろ。
でもそれは男とか女とか関係ないんじゃん。だから運営さんはそう判断したんじゃないの？多分バンになったってこと、性的ななんたらでなったんでしょ、よくある。うん、なんか小前くんはそういうのやめた方がいいよね。バンになるっていうことなんだから、ね、ふわちの運営さんの基準だとそういうことでしょ。胸の谷間とか女性の体の一部を移すとバンになるってことだよ。でね、あっちの枠は私が悪いみたいになってんだよ。もんどりのせいみたいな。どういうこと？私何もしてないんだけど、座ってただけなんだけど。おかしくない？もんどりのせいとかさ、谷間、もんどり谷間バンとかさ。だって映してんのは小前くんじゃん。私はみどりさんと話しててね、配信もしてないしみたいな、勝手に撮られてんのに。そうだろう。頻度低すぎだよな。うん、変だよねそれね。ちょっと被害者面だよね、そんなさ、バンになった時にね。いや原因はあるにせよ、おかしな話でそこは。うん、おっさんの谷間って言うけど、私女性で登録してるからね、ふわっちは。運営さんの扱いは私は女性なの。だからイベントとか出ると女性なんだよ。ナイスも私女性のカテゴリーなの。ナイスって男と女で分かれてんだけど、ね、例えばナイスの男の人が誠治くんが一番だとするじゃん。で、私がやったら女の中の一番になるの。うん、ナイスって言うんだよ。二つジャンルに分かれてんだよ、女性と男性でね。その中の一番に賞金を出しますよと。うん、なんで女性なの？女性にしか見えないからじゃないの？うん、普通の世間一般の目は。じゃあ、あなたたちは私がね、オカマとかおっさんとかいうフィルターがかかってるだけよ。でしょ？私というものを知ってるからそういう目線でね、おっさんだの男だのとか言うけど、世間一般的にね、外に出れば普通に私は女性にしか見えないんだよ。うん、そういうことでしょ。じゃあなんでふわっちもツイキャスも私は性的な配信に落とされんの、谷間で。これがみんなが言ってるね、男性だろ男だろって言ってる理論は当てはまんないよね。男だったら別に、だってねえ、ここら辺見えてもみんなバンとかになんないじゃん。じゃあなる？じゃあ例えば石川さんとかね、 T シャツこうとかがんだ時にちょっと谷間見たら見えるじゃん、あの人だって野田さんだって。なる？なんないよね。性的な配信みたいな警告来ないでしょ、気をつけてくださいとか。お腹が出てもなんないじゃん。うん、え、どうなの？なんその理論が間違ってないっていうの？じゃあ男の人は OK なのに女の人ダメだよねって、ツイキャスもふわっちも。ってことはやっぱり運営さんの記事は私は女扱いされてるってこと。女として、女の配信者として見てるってことでしょ。うん、じゃなかったな。だからね、もう簡単な話よ。それで、じゃあ小前くんが私のね、谷間を映したら、バンになんてならないじゃん。なんでなったの？そうでしょ。うん。だって、男の人が何とかっていうのって、もうその理論も破綻してんのよ。男の人に谷間なんてないじゃん。そうじゃないの？男に谷間はないんでしょ。うん、胸がないでしょっつうの。ストーンってなってるでしょっつうの。うん、作ればあるって何？
だって味作ってないじゃん。ナチュラルじゃん。ナチュラルに胸があるじゃん。おっぱいが。D カップあるじゃないの。ただのデブ、私痩せてる時も普通に D カップよ。みんな知らないの？今を見てるからそう言うけど、若い時とか痩せてる時の写真見せたことあるでしょ、私。普通に胸あるかな。見せてあげようか、また。ねえ。普通に胸があるんで、だからそのホルモン治療とかね、まあ詳しい話はそう置いといて。そんなやってるからあるんだよね。そう。じゃ写真出してあげよっか、痩せてる時の。どれにしよっかな。どの写真がいいかな。あ、これかわいいね。ちょっと胸は見えてないけどね。胸見せたらまたバンなんじゃないの、私追加するね。ねえ。でしょ、かわいいっしょ、普通に。太ってても痩せても、痩せても一緒なんで、女にしか見えないんで、私も。化粧すればね。スピンだったらちょっとぽく見えるけど。スタイルいいんだもん。痩せればこうなんだよ、私。ねえ。子さんリスナーさんだったらわかるけどね。痩せれば私が綺麗ってことわかってんじゃん、みんな。太ってるから今劣化してるけど、歳とともにね。年も取りましたよ、あれから。年と体重で私は老けてんねん。劣化してんの。綺麗かどうか、今、うわーってなんなかったんじゃん、写真見て。綺麗って言ってた人何人かいたよね。一人いたらもう綺麗なんじゃないの？ねえ、うんこ見て綺麗っていう人いないじゃん。うんこの写真出してあげようかじゃん。綺麗っていう人一人もいないよね、うんこね。一人がいれば100人綺麗だと思うんだよ、この人数的にね、今見てる人の。ほんと詐欺じゃないよ、これ。加工も何もしてないよ、詐欺じゃないから。これノン加工だよ、これ。リアルよ、普通に。なんかこの iPhone5S かなんかで撮ってんじゃん。化粧はしてますけどね。何も詐欺してないじゃん。顔がでかすぎて。だからあなたたちどうでもいいんでしょ。結局私のこと言えばいいし、胸をついてるってあるってことも分かってるし、ね、足が細くて綺麗だってことも分かってんだけど、ね、それをガチャガチャ言いたいだけでしょ、結局。断るごとに。分かってんだよ、おじさん。だから理論、私が一生懸命話してもみんな納得しねえわけよ。それに対して言ってくるからな、いつも。な、こうだよね、ああだよねって、こうだからこうだよねって言ってんのに、みんなは。そうだよ。だからこの小前くんの件は私は知りません、はっきり言ってね。運営さんがそういう判断をして、小前くんが盗撮したんだから。そうじゃない？まゆちゃんと私の胸の谷間を映してたんでしょ？最低！ね、盗撮まで、そういう趣味があるんじゃないの？小前くんって最低！最低だよ、ほんとに。ひどくない？で、ナイスが取られちゃったんだって、ざまあみろ。ナイス剥奪おめでとうございます、私の谷間で。おめでとう、小前くん。ナイスできない、3ヶ月間。3ヶ月間できないからね、1回剥奪されたら。ふわっち厳しいか。3ヶ月間ナイスできないんで、ボタンがなくなっちゃうんだよ。
いや、性格悪いっていうか、でもしょうがない、自分が気をつけないからそうなるんだから、あのぶっちゃけ話ね。そうね、それみんなそういうペナルティをね、しないように気をつけて配信してんだからね。ツイキャスだってそうだよ、バンにならないように、スメや規制にならないように内容を考えたり、そういうことをしないようにみんな気をつけながらここをお借りしてやってんだからさ、それが当たり前なんだよ。うん。え？ TikTok で3日で50万も稼いだの？小前くん。え？嘘でしょ？そんな稼いでんの？あの人。そしたらゼロワンくんの事務所に入るっていうのは本当なの？で、まあ、小前くんみたいのはいけんじゃないかな、逆に。ああいうキャラいないし。いけんじゃないから、ワンチャンいけそう。小前くんはどこでも。うん。キャラクター性があるから、ふわっちもツイキャスもだってやってんで、ぶっちゃけどっちもいけてるっしょ。うん。やっぱりその被るキャラとかがいたら難しいよね。あと合わない。そのサイトに合わないカラー性っていうかさ。そうでしょ？あと年齢とかさ。まあ、年齢は関係ないのかな？うん。だってぶっちゃけさ、小前くんっておしゃべりは上手じゃない方じゃん。苦手な方じゃん。無言とか多いんでしょ？あの人パチンコ配信してもさ、うん、あ、は、え、ほん、は、あ、うん、おんしか言わないじゃん。で、基本、おんしか言わないヤミーより、ね、もっとひどいんだよ。ね、ヤミー先輩よりひどいレベルよ。